待て、何をしてる。あんた、てめえか。見てわかんねえか。収めるもんを収めてもらわねえとな。貴様、あ、なんだこの手は。やるってのか。ひ腰抜けが。おい、どうした。気絶するのはまだ早いぜ。あんた、無反撃、てめえ動くんじゃねえよ。俺様の声一つでこんな集落どうにだってできるんだぜ。まだ立てるとは大したもんじゃねえか。だがな、てめえは俺様の前では地べたに這いつくばるって決まってんだよ。ぐっ、おい、てめえら、この男を取り押さえろ。はあ、貴様いいざまじゃねえか。よう、エルル、見ろよ俺の力を。それに引き換えこの男の情けねえ面見物だろ。ナワンギ、これで分かっただろ、俺の力がよ。だからエルル、こんなところは捨てて俺と一緒に来るんだ。このままだと本当に本当にヌアンギのこと嫌いになっちゃう。何言ってんだ、冗談だろ。エルル、どうしてわからねえ。俺が、この俺様がこんなにもお前を思ってるのに。なのになんで俺のものにならねえんだよ。わからないよ、そんなの。ヌワンギこそどうしてそうなの。どうして人の痛みを理解できなくなっちゃったの。あ、何言ってんだ。俺は藩主の跡取りなんだぜ。俺のためにこいつらが尽くすのは当たり前だろ。本気で言ってるの。だとしたら、そんなヌワンギなんだと絶対に一緒に行けない。なぜだ。ならもっと徴収を厳しくしてやる。それが嫌なら俺の女になれ。そうすればエルルの言う通りやめてやる。ヌアンギ、おめえそこまで腐りやがったか。うるせえ。どうだエルル、俺の女になるか。ダメだ、エルル。でも、たとえどんなことでも必ずみんなで何とかする。だから好きに言わせておけ。黙りやがれ、このクソが。ゴロさん、心配いらない、平気だ。
なんでそんな男をかばう？そうか、この男だな。この男がお前をたぶらかしたんだ。いいざまだな。あんた、てめえ、もう我慢ならねえ。貴様ら、おとなしくしてろ。やかましい。ここまでコケにされて黙ってられんか。やめて、もうやめて。だったら俺と一緒に来い。そうすればこいつを離してやる。それだけじゃねえ。今後この集落からの層はなしにしてやる。本当に私が行けば。はあ、約束してやるぜ。ダメだ、エルル。さあ来い、エルル。哀れな男だね。何？ババア。大勢で押しかけ刃物をちらつかせて、自分一人では何もできないのかい。全部他人の力で、自分のものは何一つない。一番哀れなのは自分でそのことに気づいてないことさね。いや、気づこうとすらしないのかい。黙って聞いてりゃ、俺はもう昔の俺じゃん。ああ、昔は少しばかり骨のある男じゃったわい。それがこんなふぬけになるとはの。何？このたわけが。今日はこのくらいにして。なんだこのババア。おいババア、ヌアンギ様にそんな口を聞いて、覚悟はできてるんだろうな。本当のことを言って何が悪い、このババア。え、誰だ、石を投げたやつだ。えい、うん、お姉ちゃんを離せ。おばあちゃん、離せ。ダメ、アルル。この離せ、離せ、このガキ。アルル、無礼者めが！やめて！おばあちゃん。トゥスクルさん。チッ、ババか、邪魔しやがって。ばあちゃん、てめえ。な、何を、なんてこと、なんてことしやがった。え、あ、しかしエルル、違う、違うんだエルル。俺じゃない。勝手に、そうだ、勝手に飛び出してきて。
貴様、おとなしくし。ヌアンギなんだお前たち。寄るな、こっち寄るな。行くぞ。はい。おばあちゃん、しっかりして。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。スクルさん、私も石をぶつけてやろうと思ってたところじゃって、かわいい孫たちがあんなことされて、黙っているほどお人よしじゃないからの。おばあちゃん、さあ二人とも、もっとよく顔を見せておくれ。おばあちゃん、かわいいの。二人ともわしの自慢の孫じゃ。弱気になっちゃダメ。こんな怪我すぐに治るから。エルルはますます姉様そっくりになっていくの。美しくてとても優しかった姉様に、まだ言ってなかったね。エルルという名は大好きだった姉様の名前。それじゃあおばあちゃんがよく聞かせてくれたお話って。お前の名前は姉様からいただいたんだよ。アルルヤ、お前はわしのちっちゃな頃にそっくりじゃ。今じゃ想像つかんかもしれん。心はかわいいかわいいとよくかわいがられたもんじゃ。おばあちゃん、いいかい、二人とも仲良くな。時には言い争うのもいい、喧嘩するのもいい。じゃがお前たちはこの世でたった霧の肉親。どんなことがあっても二人で力を合わせて、いつまでも仲良く。死んじゃやだ、死んじゃやだ。アクオロや。最後にこの老いぼれの頼みを聞いてもらえんか。頼みですか。わしはもう
十分すぎるほど長く生きた。じゃからこれからの旅立ちに何のためらいもない。じゃが気がかりなのはこの子たちのこと。わしがいなくなったらこの子たちはどうなるのか。それを考えると安心して旅立てん。お願いじゃ、この子たちの、この子たちのそばにいてやっておくれ。この老いぼれ、最後の願いじゃ。どうか。デスクルさん。ダメ、そんなこと言わないで。言っちゃダメ。おばあちゃんも、おばあちゃんも一緒じゃなきゃ。エルル。だって、おばあちゃんが、おばあちゃんが。もう、休ませてあげよう。ドゥスクルさんは、もう。いや、聞きたくない。そうやって、ドゥスクルさんが苦しめる気なのか。でも自分でももう分かっているはずだ。そんなの、そんなの。分かりました。この子たちは責任を持って預かります。ですから安心して。人生。